2011年大分県知事選挙は、2011年4月10日に、執行された大分県知事を選出するための選挙。第17回統一地方選挙の日程で行われた。現職の広瀬勝貞の人気満了に伴う知事選挙。現職の広瀬に対し、共産党公認の三重の昇るが挑む前回と同じ、顔ぶれによる一騎打ちとなった。主な争点は、 二期八年の広瀬県政の評価など。各党の対応は共産党が党公認候補として三重のを擁立。公明党県本部と社民党県連が広瀬を推薦。自民党県連も広瀬を全面的に支援した。広瀬は前回に続いて特定の政党の推薦などを受けない県民党の立場を取っている。民主党は特定の候補を推薦しない方針を決め、 自主投票となった。この他、不動産会社社長の中山光が立候補を表明したが、告示直前になり、出馬を取りやめている。大分の明日を築く、その一票一票の向こうに見えるこの未来2名、届け出順各候補の得票率投票率は56.44%で、前回2007年の65.79%を下回り、 東日本大震災による自粛ムードもあり、投票率は過去最低となった。当日の有権者数は97万5695人で、投票者数は55万708人であった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外境は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は、 有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。赤配率は未発表のため暫定計算とした。結果は、連合大分などの県内にある約100組織から推薦を得て、実質的な支援を受けた自民党と公明党、社民党の3党の基礎票をまとめた広瀬が前回と同じ顔ぶれによる知事選を大差で制止参戦を果たした。 共産党公認の三重野は、広瀬憲政の刷新を掲げ現職批判票の取り込みを狙ったが、出馬表明が告示1ヶ月前と出遅れたこともあり、支持が広がらなかった。今回の知事選は、前回と同じ顔ぶれによる一騎打ちで、東日本大震災による自粛ムードもあり、投票率は過去最低となった。ありがとうございます。